皆様こんばんは。こんばんは。菊池家リビングシアター、はい、毎週もやってまいりました。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんかいつもと雰囲気がどうですかね。違う感じで違う感じしますか。 ねちょっと違う感じですね。まあ今年ね、まあ、今回2回目、はい、今年に入って2回目、になるんですけれども、ちょっとね雰囲気を部屋を模様替えしてみましたっていうわけじゃないです。模様替えじゃないですね。角度を変えてみました。そうそう、単純な話で、家をぐるぐる、家っていうか部屋の中をぐるぐる回転しながら、お届けしております。はい、はい、ちょっと角度を変えて違う壁というかですね、違う側にしてみました。はい、一応こんな壁になっております。はい、はい、ちょっとね気分も変えて、ね、雰囲気も変えて、ね、はい、新しい感じでね、はい、いってみましょう。はい、で、今回は37回目になりますね。はい、はい、今回の作品です。はい、北王子魯山人の雑煮。おお、はい、雑煮。はい、まあ、お正月、前回は年賀状、そうでした、お正月シリーズ、はい、お正月シリーズ第2弾お正月シリーズまあ第2弾で終わりと思いますけど、このシリーズもね、はい、お正月いつまでもお正月気分でもいられないんですが、そうですよ、そうですよ、でもまあちょっとね、まあ、今回まではちょっとお正月っぽい題材でもいい、はい、ちょうどあったんでね、雑煮という、北王子魯山人の、まあ、エッセイですかね、ありましたので読んでみました。どんな作品になっているでしょうか。はい、では早速行ってみましょう。どうぞ。季節にちなんでお雑煮の話をしたいと思う。一体お雑煮は子供の自分から食べ慣れた故郷の地方食あるやり方が一番趣味的で意義がある。主婦の心がけ次第で第一日は地方食豊かなお国風雑煮、二日目からは東京風の贅沢なにぎわいのある楽しいものというようにすれば家族に喜ばれることを受け合いだ。かといって強いてそうせねばならぬという理由はないのだから各自の好みに任せてよいとまずご承知おき願いたい。私の経験から言うと、雑煮の中をにぎにぎしくするためには、人参とか大根、芋などを入れる方が良いだろう。芋なども原型のままの方が野趣があって面白い。何か変わった趣を添えたいような場合には、芋に角目を立てて削るのも悪くない。あまり細工をせずに作る方が良いと思う。だしは普通の鰹節だけで取るか、あるいは昆布だしにするのもよろしい。また冬になると焼きハゼなどをよく送られる家庭もあろうが、焼きハゼをだしに用いると特殊の風味が出て楽しめる。さて、一番寛容なのは餅の焼き方である。昔からきつね色に焼くのを最上としておったようだが、ところどころ濃く、ところどころきつね色に、ちょうど別香の符を思わせるように焼くのが理想的である。そして餅の硬い柔らかいの程度によって火の加減をしないと、中身が硬いのに表面ばかり焦げたり白くしなしなしてしまったりする。雑煮のコツは餅の焼き方にあると言ってよいと思う。また不細工に大きな餅の入っているのは面白くない。ことに朝から塗装期限でいるところへ大きいのを出すのは気が利かない。料理屋で出す小型マッチ箱ぐらいの大きさが見た目の感じが良い。でも客次第で餅の大きさも加減したら良い。若い者たちには多少体裁が不格好でも大きいのを入れた方が歓迎されよう。出す相手と場合に応じてそれ相応のもてなしをすることは
単に雑煮だけに限らず何事においても必須条件である。白味噌の雑煮なども変わっていてうまいものである。それから海苔は良質のもの、焼き海苔でもよいを細かく揉んでかける。近くに切ったのを一枚乗せたりするのは感心しない。しかし海苔というものはなかなか難しく、焼き方にコツがある。現に鶏飯などでは生で使っている。それは別として、うまく焼けたものは大変うまいものである。鶏飯のような大都会でさえ海苔の焼き方を知らないのであるから、いわんや地方では言うを待たない。東京といっても地方の人が大部分で、存分な海苔の焼き方のできる人は稀なことである。100円の海苔を50円ぐらいに下落させて食べているのが大部分である。要するに雑煮はあり合わせで見繕って出せばよいのだということを得得していただければ結構なのである。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あれ、今日はビールがないな。入ってないな。入ってないな。じゃあ飲みますか。飲みますか。あ、角度がね、若干上目に。おっと、こんなところからワインが出てきましたよ。ね、どんだけ飲むんだっていうことですね、これね。そうか、こうですね。なんでしょう、こんなところにワインが。このところにワインが隠してありました。隠してないですけど。一見本のように見えて。本棚になぜかワインが置いてある。こんな家ないですね。どんだけ飲むんだっていうね。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。まあ、お正月もちょっと落ち着いてね、ワインとかもいいですね。まあまあ今回はワインということで、これ別に今だけ置いてるんじゃないですよ。そうなんです、いつも置いてあります、はい、はい、常備でございます。常備でございます。はい。ということで、今回、はい、ゾウに北大路魯山人、北大路魯山人はまあ最多ぐらいになるかな。そうね、まあ芥川龍之介と、そうね、どうかなぐらいかな。そうね、そうね、まあ結構、まあ多い方ですね。4、5回目ぐらいになるかなと思いますけども、はい。まあ、あの本当はね、この後いろんなね、あの、まあ、エッセイ風のものが多いけれども、まあ、あのいろいろこう頑竹のあるというか。そうね。で、まあ、今回は雑煮、うん、まあ、北道魯山人といえばやっぱりその料理、はい、ね、もちろんです。まあ、料理研究家でもあるんでしょ、うん、そうそうね、まあ、陶芸だったり、まあ、いろんなね、その美術関係のこともやったり、まあ、幅広くいろいろとそれで執筆もしたりね、はい、している人ですけれども、その方の語る雑煮でした。皆さんどうですか、雑煮食べました？ね、あ、まあ、食べましたよね、お正月。まあ、もちろんお正月にはね、まあ、一応食べたでしょう、皆さん。まあ、あの書いてもありましたけどね、あの地方食とかね、うん、あのいろいろなその土地柄土地柄で、そう、雑煮ってありますよね。いろいろですもんね。まあ、これ見てくださってる方ね、うん、全国にいると思うんですけども、まあ、それぞれのね、うん、あの地方地方で、あのかなりね、同じ、あの一口に雑煮といってもあると思うんですけど、ね、どんな感じでしょうかね。まあ、新潟、はい、新潟の雑煮といえばっていうのはある、うん、ある。まあ、新潟の雑煮といえば、うん、まあ、でも新潟でもやっぱりね、いろいろ違うから、う、ね、まあ、一概には言えないんだけど、まあ、うちはあの母親がちょっとね、うん、あの鶏肉が苦手な人で、うん、あ、そうかそうか、なので、あの鶏肉はお雑煮に入ってなくて、うん、その代わりあの鮭がね、入ってまして、はい、で、あのもう一つポイントとしては、うん、あのトト豆っていうんですけど、初めてね知った、俺は。あの、まあ、あんまりないのかな、あれね、あのイクラをね、あの弱火でずっとこう茹でるんですよね。で、あの固くなったものをこうお雑煮の上に最後パラパラっとかけて食べるっていうね、まあ、それが特色というか、どこかな、そうね、餅は四角、四角、四角ですだね、うん、で、まあ、あのなんていうんだろう、醤油ね、醤油ね、うん、まあそうだね。で、まあ根菜とかが入って、
結構具沢山。具沢山だね。だよね、いろいろ入ってるよね。そうそう。まあ、私は茨城なんですけども、はい、まあ、うちも多分ね、茨城の中でも、うん、本当あの北と南とかね、うん、あの地方、あ、その地域によって多少こう違ったり、あともうそれこそ家庭によってね違ったりするかなと思うんだけど、うん、まあ、うちは、まあ、比較的、まあ、シンプルで、うん、まあまあ醤油で、多分でもお餅はね四角で、はいはい、それで、まあ、鶏肉だね。そうだよね、鶏肉に、まあ、ちょっとこの青いものが入ってたり、まあ、あの具もね、まあ、人参とかそれこそね、あとまあ芋入ってる時あるかな、あとはまあ青いものも入ってたりすることもあるし、まあ、結構シンプルな感じだったかなと、ね、うちはね、まあ、まあ雑煮で思い出というか、あの全然特色とかそういうんじゃないけど、うちの雑煮といえばね、うん、餅がでかかったね。あでね、まあ、今は大体、うん、まあ、そのどこかの、うん、ちゃんとこう包装されていくぐらいの個包装のね、はい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 、まあ、そういうのを使うことが、うんうん、まあ、多いけれども、いまだに実家はどうなのかな、うん、今はもうあの母だけなので、もう違うかもしれないけど、のし餅っていうのを、うん、大きいのを買ってきて、うん、それを父親が切って、ね、まあ、あの食べてたんですよ。だから父親が切るもんだからでかいんだよね、1個が結構で、あの大きさもさ、うん、バラバラっていうかね、まあ、大体は同じなんだけど、うんうん、でもやっぱりさ、ところどころでかとか、あ、これちょっと切るの間違えたんだなみたいなさ、ちょっとちっちゃみたいなさ、はいはいはい、いろいろ不格好なのが、うん、まあ、味があって、うん、まあ、だからまあ、その魯山人さん書いてたように、あまり大きいのはね、うん、あの面白くないみたいなね、あのとそういう気分でいるのに、でっかいのが来ても、でも小型マッチ箱ぐらいって言ったら相当ちっちゃいよね、こんなもんでしょ。それは随分ちっちゃい、ね、お上品すぎるかなと思うけれど、まあ、でもほら、お酒飲みながら食べるにはまあそのぐらいの方がいいかな。それから比べると、うちはそのマッチ箱2、3個分はあったかなっていう。でもね、やっぱりなんか正月になると父親が餅を切るっていうのが恒例行事みたいになって、まあ、結構力もね使うから危ないし、なんか軍手はめでかなんかやってたような気もするね。まあ、手を切っちゃって危ないしね。まあ、で父が亡くなって、うん、俺はやってた覚えてる覚えてるよ。まあ、うん、亡くなる前も、まあ、父は少しあの入院してた時があったんで、うん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 、お正月いない時なんかは俺がやってた時があったんで、うん、 ね、それがちょっとまあうちの、なるほどね、なんかお雑煮っていうとそれを年中行事みたいな感じなんか思い出す。いや、でも昔はお餅ってそうだったよね、うん、うちも私が小さい頃はそういうなんかビローンってこうなったものが、うん、あの来てたと思う、はい、うん、これをうち誰が来てたんだろう。うちも母かもしれない。そうだね、お父さんやらない。いや、父はやらないと思う。母だと思うけど、まあ、やっぱり切って、大きさどう。ああ、いや、でもそんなに大きくなかった。普通だった。やっぱりお母さんとかね、女性が切れば、ね、うん、まあ、そうだね。で、あの血のところがさ、うん、あのピシッとならない、うん、こうふにゃんってなってるところがどうしても出ちゃうじゃない、うん、そこが私はなんかちょっと好きだったかな。そんな記憶があると、昔はね、お餅って言ったらそうだね。今日のね、文章の中にもあったけども、うん、餅の焼き方、うん、あれが結局一番大事だみたいに書いてあったりして、ね、なんかこだわって焼いてた。いや、うちは特になかったような。まあ、昔はそれこそ、網の上になんか、置いて焼いてたような、うん、焼いてた、網で。いや、でもガスコンロよ。あ、でも、うん、でもガスコンロでもなんかこう、ほら、昔このぐらいのさ、あんまり大きくない網焼き器みたいな、た、直火でさ、こうやるようなのあったじゃない。ああいうやつで昔、その昔は焼いてたような気がするけど、もう結構昔から、まあ、トースターとかさ、そういうので焼いてたと思う。うん、うちはどうやって焼いてたっけか、同じような感じかな。なんか途中から電子レンジとか使った。から電子レンジ焼くというよりもだね。ああ、そうか、うん、っていうこともあったか。あれ、電子レンジでやるとさ、その焦げ目はつかないよね。そうだよね。でも柔らかくない。柔らかくはない、ね、なるほど。でもその焼き色が大事だってさ、書いてあったでしょ。きつね色の、そうそうそう。
ところどころ濃く、はいはいはい、ところどころ薄くみたいな。そんなこだわってるね。でも本当にその焼き方までこだわれば、やっぱ違うのかな。まあ美味しいのかもしれない。ちょっとこうなんていうの、香ばしいさ感じも出たりするじゃない。少し焦げるとね。でこうパリッとした感じとかが、あの雑煮のこうおつゆと一緒になるといい感じになるっていう。あの焼かないとほらデロデロになっちゃうじゃない。そうじゃなくて、こう茶とお餅としての形を保ったものが食べられるっていうのがいいかもしれないね。あとさ、海苔。海苔。海苔のことも言ってたでしょ。言ってたね。まあ、こちらね、あの海苔大好き人間ですから。はい、大好きですね。あのところちょっとグッと来たんじゃないの。海苔についての海苔ね、語ってくれたところはちょっとさ、そうそうそうって思う。分かってるね。ロサン人分かってるよみたいな。そんな上からじゃないけど。いやいやいや、でも海苔は確かに、うん、あのなるほどなと思った。でもけど揉んでって書いてあった。そうそう書いてあったね。そういうそれやった。あでも、うちはね、うちは海苔がバーンって出てて、うん、好きなだけ自分でこうちぎったりなんかこうして好きにかけてたね。で大体ちょっと残るのね。そしたら私がバリ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 食べる、そのまま食べる。じゃあそのロサンジンさんが言ってたように、うん、そのままこのね、4つに切ったぐらいになるもの、うん、ただ乗っけるだけじゃダメだって言ってたけど、うん、それはなかったね。それはないね。そのまま乗っける発想はなかった。そもそも海苔かけたかも。あ、そう、うん、なるほど、うん、そうかそうか。あんまり雑煮に海苔を乗せた記憶はあんまりないか。あ、そうか。あ、なるほどなるほど。確かにそうだったかもしれないね。でもまあ、うん、そうです。うちで食べた時に海苔かかった、うん、なかった、なかったんだよね。うん、そうだね。じゃあその時より内心は海苔ないと。お母さん海苔がチキチキチキなんですね。そう思った。まあ、それはね、それぞれのお家のものだから別にね、いいと思うけど、そうなんだなって。そうか。じゃあ、うん、でも必ず海苔は出たんだね。あ、間違いなく出たね。トト豆と海苔。それは自由にこうかけたり、あの、あらからってやるんだよね。まあ、このね、2人だけでもね、こんなにね。違いがね、やっぱりありますからね。まあ、西と東でとかさ、うん、あと、白味噌とかの。ああ、そうそう。白味噌食べたことないんだよね。私もない。食べてみたい。あと、ほら、お餅の中にあんこが入ってるとかね、もあるでしょ。ちょっと想像がつかないんだけど。つかないね。まあ、丸とか四角はまだしもさ、そういうのはね。ねえ、ちょっとどんな感じなんだろうなって ね。興味あるよね。いやまあ、本当にね、地方食が出る、まあ、料理というかね、ね、面白いよね。かなと、うん、ね、まあまあもう、今日は、もう今日はね、もう13日ですね。とかだからもうだいぶね、うん、お正月という感じ、まあ、お雑煮ということも、ね、まあまあ、もうさすがにね、お餅はちょっとね、もうあっちゃったかなっていう方もいらっしゃるかも。まだでもね、残ったお餅なんかはね。残ったお餅はある。うちもちょっと残ってるね。ね、もうお汁粉とか。あ、そうそう。まあまあ、いろいろと。使い道はね、いろいろありますけどね。まあ、保存食でも、うん、今はね、うん、あるからね。そうね。うん、まあまあそんな感じで、まあ、ちょっとお雑煮談義に、ね、今回はなってしまいましたけど、はい、まあ今ねなかなかまたね、うん、大変な時期に、なってしまいました。今年もね1年ね、どんなふうになっていくか、コロナのね影響がまだまだ、うん、あるみたいですけれども、まあ、とにかく健康に気をつけて。そうです ね。それだけ本当に ね気をつけて。はいはい、まあ、我々は元気で、元気で変わらずに、はい、配信していきますので、はいはい、ではまた来週も、はい、ね、楽しい作品を作れるよう頑張りますので、頑張ります。はい、また来週お楽しみにということで、はいはい、ではまた来週まで、さようなら。はい、はい、お疲れ様でした。なんか面白いね、場所が変わると、ね、いや全然雰囲気が全然違うね。違う、なんかなんだろうな、新鮮、うん、本当に、うん、ついに我が家の秘密を暴露しちゃったね。ちょっと実家のお母さんとびっくりするんじゃないの。そんなところにワインが見たことないかもしれない、こういう形状を。まあそもそもね、うん、うん、ワインって言ったら瓶でしょ。ああそう、うん、箱です。しかもこう溶け込んで
そうそう、まるで辞典のような。そう、ちょっと調べも、あれなんだっけな、あ、こっちは違う、なんだ違うじゃないかみたいなね。ちょっとね、擬態、擬態ですからね。まあまあ、ちょっと気分も変えて ね、しばらくこのスタイルで。ああ、いいですね、うん、ちょっとまたね、ぐる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 回って。まあまあ、今年も新鮮にね。そうだね、やっていきましょう。そうだね、はい、うん、楽しくやっていきましょう。はい、はい、締めは、締めは、いや、それだけです。